おはようございます。みんなで作るみんなのためのメタバース、ザラのファウンダー、リオがドバイからお届けするメタバースチャンネルです。 昨日はですね、夜に AMA 会ですね、日本語の AMA 会を毎週恒例のやつを行いまして、まあ、非常にね、いろんな多岐にわたるテーマが語られたんですよ。まあ、僕のですね、この2022年の包括と、まあ、これから目指すべき心構えなどですね、であったり、これ今までのですね、こうやってきたことに対する振り返りであったりとか、そうですね、そういったことを語らせていただいて、 その後にですね、様々な皆さんの質問について答えさせていただいたんですけれども、今回ね、NFT デュエルに関するアップデートが非常に多くて、で、こちらに関してはですね、本当に1月28日の今度、クリプト忍者さんとのコラボレーションですね、この日を主に境にして、メインネットへの移行とかですね、もろもろの本格的なリリースを考えているんですよ。そのためにですね、今今回、ザナチェーンにおいて、アストロボーイですね、ご当地トもリリースしたり、などなどで、 いろんな新しいことをしていっているんですけども、あと1ヶ月でですね、しっかりといろんなことを決めて本格論地に臨むというところで、いくつかですね、みんなで一緒に決めたい項目みたいなのも出てきたんですよ。で、これですね、昨日のツイッターのリンクを貼っておきますので、ぜひね、こちらを聞いていただければ、あ、なるほど、こういうふうに NFT デュエルってなるんだとかえ、ね、いろんなこう、じゃあ今自分のアイディアをね、こういうふうに入れたらもっとこういうふうになるんじゃないのみたいな思いをですね、いろいろ教えていただければですね、今回1週間くらいかな、1、2週間くらいで、 方向性をだいたい決めてで、開発の最終段階に向かってシフトしていきたいなというふうに思っておるのでですね。是非こちらを聞いていただければ嬉しいなと思っております。そしてですね。昨日はザ a 冬祭りですね。2023年へのカウントダウン祭りというところで、えー、昨日の発表はですね。nft デュエルアストロボーイ岡山の正式ローンチのニュースでございました。 こちらですね、えー、予約をすでにして,いたさてくださっている方は知っていたんですけれども、まあ今回ね、対外的に正式な発表というところで、えー、24日の12時 UTC ですね、日本時間でいうところの9時ですね、夜の9時に、えー、ホワイトリストの皆様方のミンティングがスタートするということになります。こちらはですね、前回のまさに d ーモと全く同じような流れで、そのですね、1時間後にパブリックセールが始まりますので、えー、午後10時ですね、からパブリック セールということになります1時間ですね。ホワイトリストを持ってらっしゃる方々の、えー、自由にミンティングできる何枚でもミンティングできるという時間帯がございますので、えー、ぜひ、ね、そちらでホワイトリストを持ってらっしゃる方は先にゲットしていただければいいなと思っております、えー、そしてですね 事前予約会というのも今やっておりまして、これは17日から20日までですね、同じく日本時間の夜9時からえ夜9時まで同じくですね、という感じで3日間のですね、予約時間があります。ここで予約をしていただいた方は、このローンチ後ですね、自由に受け取りすることができますし、さらに追加でホワイトリストの時間に買うことができますので、そちらの方もですね、ぜひこれを集めたいという方はゲットしていただければ嬉しいなと思っています。今回ね、2000パックしかないので、 えー、かなりね、限定感があるというコラボレーションでございます。まあ、これはですね、いろんな、えー、各、県様や、えー、自治体ですね、ゃんとこれからもですね、来年度、いろんなコラボレーションが行われていくので、ま、一万一のボリュームをですね、できる限りレアにしていこうというところでですね、数をたくさん出さないという方針になっておりますので、まあ、その代わりですね、いろんなところが楽しめるというようなですね、感じなんで、毎回毎回のコラボレーションはですね、えー、それ以降発表することはありませんので、え、今回だけ、え、が手に入れられる期間となっております。 ぜひね、岡山に愛着のある方々などなどですね、俺の、オラが村だとかね、オラが故郷みたいな感じであったりとか、まあですね、ゆかりのある方々とかね、えー、はぜひ、こんこれを機会にゲットしていただければいいなと思っております。えー、こちらですね、ザナチェーンにおいて、えー、ゼータトークンで初めてのローンチとなります。えー、これもですね、やはりこういった形で、えー、ザナチェーンの上にですね、いろんなあーゲームファイのアイテムであったり、NFT が発売されていくごとにですね、ザナチェーンが活用されていって、ゼータトークンが活用されていってと、 いうことになり、まさにね、こう、ゼータトークン、そしてザナチェーンの当初の目的であった経済圏の拡大ですねえ。こちらに向けてね、本当にこう、歯車がどんどん動き出してきているというところでありますので、ザナの民の方々はですね、えー、こういったザナチェーンが使われるたびに、そしてゼータトークン使われるたびによしと、やったぞと、また、えー、一つですね、こう、ザナの経済圏が拡大していったぞというふうにみんなで喜び合える、もう、まさに全てが自家製のこのザナのエコシステムのために完全設計されたですね。 システムとなっておりますので、本当にね、2022年これが準備できたというところから、2023年はね、これを大きく打ち上げて、本当にたくさんの方々に使ってもらうフェーズとなりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。さあ、では本題に行きましょうか。昨日ですね、ちょうど予告させていただいた、カラクリサーカスのご紹介なんですけれども、思ってでもですね、本当にたくさんの方々が、えー、ね、もう読んだとか、これはね、本当に自分のすごく好きな作品なんですっていうですね、メッセージをたくさんいただいて、結構びっくりしたんですよ。えー こんな有名だったんだっていうね、えー、そしてみんなやっぱりこうザナの好きな方々とかは同じようなこう共通の、えー、趣味志を持ってらっしゃるというところでかなりねシンクロ率が高かったので結構びっくりしたんですよへと思ってですねでなんでね今回はちょっとまず導入部分から。 スタートしていって、まだですね、あの、一日で読み終わった方々とかは多分いないと思うので、新しい方々のためにも、まずはですね、序章編というか段階を踏んでいきたいなと思ってますので、まあ前半戦ですね、こちらをお届けさせていただければいいなと思っております。そしてまだですね、行くには至ってないんですけれども、うん、これを聞いたらちょっとね、ああ、またちょっと読んでみようかな、みたいな感じになることも想定してですね、この物語の一番最初の角となるですね、冒頭部分のところをご紹介させていただきたいなと思っております。 まずですね、こちら主人公っていうのが、この物語にはですね、僕の中では3人いるんですよ。で、この3人がこの冒頭で出てくるんですけれども、これがですね、本当にこう魅力的なキャラで、もうね、この段階からすでに引き込まれることを受け合いなんですけれども、まずですね、最初に出てくるのが、えー、うさぎさんなんですね。で、なんでうさぎさんやねんって話なんですけれども、このうさぎさんはですね、 よくあの、パチンコとかのですね、看板持って立ってる人いるじゃないですか、街中にアルバイトとかで。ああいった感じの仕事でして、どこに案内しているかというとですね、パチンコではなくてサーカスに案内しているんですよ。つまりサーカスから雇われているアルバイトのこう、ぬいぐるみさんみたいな形なんですね。で、この人が主人公の一人である、なるみさんという方がいるんですよ。で、この人はですね、バックグラウンドが中国で中国憲法を 学んでいた、まあ、ある種格闘家ですね。格闘家なんですよ、本業は。で、まあ、アルバイトみたいな形で、この、うさぎさんのアルバイトをしているっていう感じなんですけども、ここでですね、この、えー、人が案内しているところが、このサーカスっていうのもですね、最初の一つ大きな肝になってくるんですね。で、えー、そこにですね、とある子供が現れるんですよ。で、この子供はですね、小学生の子供なんですけども、まあ、めちゃくちゃヒョロヒョロでですね、なんかこう、いかにもいじめられそうな、なんか雑魚ーキャラクターが出てくるんですけど、この人がですね、第二の主人公のマサル って言うんで、すよでこの子はですね、もう本当になんか、この加藤さんが、もう結構加藤成美さんが、もうムキムキのですね、めちゃくちゃ硬い兄ちゃんなのに対して、もうこのですね、えー、まさるさんはもうね、めちゃくちゃひょろひょろで、もう怒りもダメなんですよ。で、そんな人がですね、こちょこちょこちょこって来てですね、えー、たまたまね、こう街でアルバイトを添えて、うさぎさんがアルバイトをしてですね、案内してるときにその子が来るんですよ。で、その子がですね、助けてくれと言うんですね。で、なんで助けるのって言ったら、えー、なんかね、後ろから追われてるんですよ。 人にで、なんだと思ったらですね、そういった黒ずくめのスーツを着たですね、怒りもっていう感じの 男たちが、なぜかですね、この小学生を追いかけてるんですね。で、まあまあ、なんだろうな、これって思いながらもですね、別にこうなんか囲まうっていうことはせずに見過ごしていたんですよ、この成美さんは。えー、でもですね、この子供が、えー、そこに実際捕まってですね、で、スレスられていくのを見て、いや、これなんかもしかしたらやばいんじゃねえのと、誘拐なんじゃねえのかって言って、このうさぎさんの格好のままですね、ドカーンってアタックして、そのですね、黒ずくめの男たちから、この、えー、子供を助けてあげるんですね。 で、その憲法でですね、得意の憲法でそういった男たちはバシバシンってやるんですけども、でこの子供ですね、わー、すげえ、お兄ちゃんすげえってなるわけですよ。 しかしながらですね、ここで異変が起きるんですね。このバキバキに倒したはずの、その、黒ずくめの男がですね、なんか奇妙な動きをするんですよ。まるでこう、ターミネーターみたいなですね、怪しい動きでどんだけやってもダメージ受けてないみたいな感じなんですよね。で、これはきれねえなと思って、なんかやべえんじゃねえかって言って、もうここは逃げようって言ってですね、もう彼はですね、子供を抱えてガーって逃げ出すんですね。で、なんとか追手を巻,き巻いて巻いて巻いて、電車の中にですね、乗り込むんですよ。で、ああ、これでよかった、一安心だと思ってね。で、その子供と話をしてるんですよ。お前、 何なんだんだって言って、何なんだ何んな追いかけられてんのって言ったら、いや、実は、実はね、と、あ実は僕は秘密があって、えー、自分はですね、こう、サイガグループっていうね、もうとんでもない、まあ今でいうところの、なんだろうな、まあソフトバンクグループとかね、こう楽天グループとかみたいな、まあ超巨大財閥ですよ。まあ三井住友とかね、ああいった感じのグループでですね、サイガっていうのがあるんですよ。で、このサイガグループの自分は、まあ後取り息子なんだと。そしてですね、この前、親っちゃんが死んじゃって、えー、その膨大なですね、遺産を自分が継ぐこと ことになったと、そしたらですね。ああ、いった。変な連中が追いかけてくるようになったとなるほどなと。これじゃあ当然こう。遺産目当てのなんか誘拐とかなんかでしょみたいな感じでまあ大変だね。坊主みたいな感じでね。 この二人がしばしの間ですね、そうやって電車の中で語り合っていると、なんとですね、こう電車の、えー、奥の方のですね、車両から、さっきのまだ黒ずくめの奴らがですね、ズカズカと来るわけですよ。なあ、かんこいつらさっき倒したのに、また来よったみたいな感じでですね、こう、まあ、どうしろかって思うんですね。で、なんとかですね、また攻撃を繰り広げるんですけど、まだ全然聞いてないんですよ。で、なんか明らかにやばくて、でもこれはね、機械とか人形みたいな感じじゃないかっていうですね、ことになるんですね。もうなんか変な方向にですね、体がねじまって、 上がってたりとか変なところからなんか出てきたりとかしてですねあこれ人間じゃねえとなんだなんだというとこれ行一体みたいな感じでパニックになるんですよね、えー、そしてこのなんと、えー、その電車をですね止めようとして仲間のそのまたまあ、人形といいますかその黒ずくめの、えー、格好をした実は人形のですね人間が線路の上にですね今度出ていくんですよでえー、マジかとそんなしたら電車ぶっ飛ぶじゃないかみたいな感じでまあ正気じゃねえこいつらみたいな感じで逃げようとするんですけれどももうそのままですね電車はきききって急ブレーキかけようと バッコーンってそいつを引いてもうですね脱線しちゃってえらいことになるんですねでもう電車がですね横転してもうズガガガガみたいな感じでもう這いずり回るわけですよでなんかですねサーカス場があるんですね彼の仕事場のサーカス場のところにズゴーンってねその電車が突っ込むんですよ そしたら、その衝撃で、このマサル君がですね、掘り投げで出されちゃって、この、なるみさんとね、はまな、離れ離れになるんですよで。そこでですね、やはり生きていた、あの、人形ですよ。不死身の人形が、今度彼に向かって襲いかかってくるんですね。 で、ここでもう絶対絶命の危機だって思うんですけれども、か、あの、この彼はですね、逃げているときに、なんかね、謎の、なんか、カバンみたいなやつを持ってるんですよ。スーツケースみたいなやつを。で、なんでこの、このなんか小さい体にですね、でっかいスーツケースを持ってるんだ、みたいな感じでね、こう、今まで見てた人は思うんですけども、まあ、家でなのかな、みたいな感じなんですけど、ね、明らかになんか若干不自然なスーツケースなんですよ。でね、この子供は、まさるくんはですね、何かを思い出すんですね。それ何を思い出すかって言ったら、 このですね先ほど亡くなってしまったお父さん、ですね最近亡くなったお父さんのさらにお父さんですねおじいちゃんにあたる人物がすごく、ね、彼によくしてくれたんですよ、であのー、いつも、ね、こう可愛がってくれてたんですけどももし、ね、とお父さんが急にいなくなって、えー、もしくは亡くなっちゃってそして変なことが起きるようになったら、えーっとね、それは本当に大変なことだから、えー、この、ね、カバンを持って逃げなさいと。 で、逃げてどこに行くんかって言ったら近くのサーカスに行きなさいと。そしてそのサーカスで白金という人を探しなさいというわけですね。で、子供は全く意味わかんないわけですよ。 ええー、ななのと。まず、なんか、その、お父さんが急に亡くなっちゃうの、それも当然困るし、で、変な人が追いかけてくる、それも当然困るじゃないですか。で、さらにもっと訳が分からんのは、スーツケースを持ってサーカス場に行けって意味が分かんないじゃないですか。え、何やねんと。それなんか身の代金なんか入っとんのかいって、こうね、読者は思うんですけれども、なんかこうね、よく、よく分かんない展開になるんですよ。で、それを彼は、はって思い出して、ここサーカスだと思って、で、あのー、 彼はですね、あの、それを思い出して、もうやられるっていう直前の時にですね、その人を呼ぼうと思ってですね、白金って言ってね、呼ぶんですね。そしたら、ここがね、もう痺れるシーンなんですけれども、なんとですね、そのサーカス場の、なんて言うんですか、あ,れあの、高い高いところにあるロープあるじゃないですか、ロープ綱渡りみたいな、ところにですね、いきなりこうパーンってスポットライトみたいなのが当たって、このですね、すごいこう銀髪で、えー、こう、なんていうかアクロバットの格好をしたですね、ものすごいこう美しいですね、お姉さんが、 こうピカーンって登場するんですよ。で、シャキ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 ーンってアクロバットで回ってきて、このですね、あの機械をですね、バチバチーンって倒すんですね。 もうこの登場の仕方がですね、歴代ヒロインの中でもかなりかっこいい部類に入る登場の仕方なんですけれども、結構胸厚な瞬間なんですよね。で、そこで当然そんなことをしても死なないわけだから人形はまた復活してきてですね、この子を、えー、襲おうとするわけですよ。そしたらですね、その彼女はその彼が持ってきたですね、スーツケースのなんかをガチャンって開けるんですね。で、そこでなんとですね、そこから謎のですね、こう人形が出てくるんですよ。でっかい人形が。 で、これ、例えて言うならばですね、どういう表現が正しいかというと、まあ、まさにですね、ジョジョのスタンドみたいな感じなんですよ。もう自分がこうやっていて、その隣にですね、こうなんかすごいポーズでゆらーりみたいな感じでですね、なんかいかついやついるじゃないですか、スタンド。ああいう感じで、こう人形が出てくるんですよ。で、この、えっ、ー、と、白金さんとおぼしき、この女の子は、急にですね、それを、 操り出すんですね。で、操る、これ、どうに、どうやって操るかっていうと、これ、糸がついてる、これ、り人形なんですよ。で、この糸で、その、中から、箱の中から出てきたですね、あの、人形を急に操り出してですね、えー、戦おうとするんですね。で、ここで、えー、みたいな感じなんですけど、あの、なんていうか、肉弾戦じゃなくて、人形なのみたいな。で、しかもね、こう、指で操るのか、みたいな、こう、かなりね、凄まじい展開になるんですけれども、えー、そこでですね、この、人形にはですね、実は名前があって、アルルカンっていう名前らしいんですよね。 ちなみにこのアルルカンっていうのをですね、フランス語でピエロの意味なんですよ。なんか若干ね、ちょっとピエロっぽい格好をしてるんですけども、結構かっこいいんですよね。で、謎にこう片腕が折れてて、その片腕、折れた片腕を武器にして、なんか戦うっていうね、かっこいい戦い方をするんですよね。で、そのアルルカンがいまして、で、それを操るですね、もうめちゃくちゃ美人の、なんかこうショートカットの、あの、なんかレオタードみたいなのを着た女の子っていうね、この、なんか謎にこう少年が喜ぶ、もう謎設定みたいなね、<laughs> これがね、こう結構つぼってるんですけど もうそれで,です、ね、一撃でバッコーンって、ね、その不死身の相手の人形たちをです、ね、撃破していくわけですよ、ね、かなり胸熱なんですけれども、そうやってです、ね、このヒロインが登場するんですね、で彼があの聞くんですよ、あなたが白金さんですかっって言ったら その謎の彼女はですね、そうです、私が白金ですと。そして、私はあなたを守るために、ここでずっと待ってましたと、急に言うわけですよ。で、えー、それどういうことって言って、彼がちょっと混乱してる時にですね、先ほどの電車でぶっ飛ばされた、なるみさんが帰ってくるわけですよ。で、おい大丈夫かって言ったら、そのですね、隣にめちゃくちゃ美人の綺麗な人がいて、で、なんかね、ものすごいいかつい人形を持ってるもんだから、おいこいつも仲間かみたいな感じで戦おうとするんですね。で、その女の子も、やばい、また敵が来たみたいな感じで、こいつぶっ殺そうみたいな感じで戦い 出そうとするんですよ でまあもうめちゃくちゃ強い二人同士なんで、もう思いっきりですね、最初から全力でぶつかっていくわけなんですね。そしたらですね、いやいや、ちょっと待ってとその人たちは僕と、僕を助けてくれたんだよ、みたいな感じで、まさるくんがですね、こうお決まりの間にドーンってこう入ろうとするんですよね。そしたら、あの、えー、その先ほどのですね、アルルカンが、あの、攻撃をしようとした時にですね、その子供が突っ込んできたもんだから間違えてですね、子供をバコーンって吹っ飛ばしちゃうんですよね。<laughs> ひでーっていう感じなんですけど、で、その白金さんはですね、めちゃくちゃ焦って、ああ、私なんてして、なんとしたことをしてしまったんでしょう、 みたいな感じで、パニクるわけなんですよ。で、おい、大丈夫かと。で、お前、それ病院連れていかなきゃダメだろうって言ったら、いやいや、もういいと。あんたはちょっと信用できないから、私が、あの、私のせいだし、私が連れて行くから、もうあんたここでもう、さよならですって言って、この白金が、マサル君を連れてですね、病院を探しに行こうとするんですよ。で、この成美さんは、ま、ようわからん奴らだなと。まあ、お互いでま、知り合いっぽいし、まあ、大丈夫だろうと。俺は、まあ、あの、先ほどね、倒立狩りでたまたま助けただけだし、まあ、いっか、みたいな感じで、去って行こうとするんですね。でもなんか、ま、気になるなっていう感じなんですけど、ま、あ仕方がないと。 いう感じで去っていくんですけれども、えー、そのですね、白金さんは全くですね、世間、世間知らずなわけですよ。で、なんか、いや、病院ってどこにあるんだろうみたいな感じとか、なんかね、こう、いきなりパニクリ出して、あの、全然病院にたどり着かないんですよね。で、なんかしかもですね、めちゃくちゃこう、セクシーな、というか、こう、あの、 サーカスの格好をしてるんで、そんなんの街中でなんかこう、タクシー、へーみたいな感じで止めようとしてですね、なんか全然止まってくれないわけですよ。で、雨とかも降ってるし、もうこれ、もうやばいみたいな感じになった時に、えー、の、彼がですね、さっきもなるみさんが戻ってきて、おれ何やっとんねんと。お前、こんなちょっと心配になって来てみたら、お前、全然ダメダメやんけ、みたいな感じで、俺の指令の、あの、先生おるから、そこで直してもらいいって言って、で、そこに連れて行くわけなんですよ。 で、先生が彼を治してですね、え、そうこうそうこうしているうちに、まあとりあえず行く当てもなさそうだから、まあ俺んち来いや、みたいな感じでね、みんなでこう、なるみさんの家にですね、とりあえず、え、休みに行くわけですよ。 そして、そこで、白金が、あの、私じゃあご飯作るわ、って言ってですね、こう、あの、ありあ合わせの食材みたいな感じで、えー、なんかロールキャベツをね、作るんですよね。で、このロールキャベツがめっちゃ美味しそうなんですけれども、このロールキャベツがですね、実はすごい大事な存在を果たすっていう謎の展開なんですけど、これがですね、実はめちゃくちゃ大事なんで、これね、覚えておいてほしいんですよ。めちゃくちゃ大事。で、このロールキャベツがね、すごい美味しいんですよ。 で、こう、あのー、彼らがですね、みんなで、おぉ、うめえな、これは、って言ってながらですね、こう、なるみさんと、えー、このまさるくんとでね、三人で、ちょっとま、あの、若干中がうち、みんな打ち解けて、えー、三人でですね、ご飯を食べるわけなんですね。っていう、このロールキャベツのシーンがあって、で、そこでですね、夜の日課みたいな形で、この、なるみさんがですね、修行してるんですよ、外で憲法の修行を。 で、それを見た、まさるくんが、いや、本当に自分はね、あの、もともと、めちゃくちゃいじめられっ子で、もう、ひろひろで、ひ弱で、学校でも常にいじめられてて、えー、強くなりたかったんだけど、全然強くなれないと。で、あの、あなたは最初からそんなに、えー、なるみさん、そんなに、最初からめちゃくちゃ強かったんですかって言ったら、えー、なるみさんがですね、えー、何言ってんだと、俺のこれちょっと見せてやるよって言って、自分ちのですね、その、アルバムみたいなのを出したらですね、もう本当に、クソダメダメだですね、もうダメダメダメ,ダメよ、みたいな、めちゃくちゃ広くて泣きむ 子供の頃の写真が出てくるんですよでこれ見ろと俺はもう本当にいじめられっ子で体も弱くてヒョロヒョロでもうダメダメだったとで、えー、こんなね俺がこんなに強くなれたんだからお前は絶対強くなれるとなんなら俺よりも強くなれると っていうようなことを言うんですよね。で、これが実はまたすっげー大事で、えー、彼はですね、そこでマサル君はもう俺も強くなりたいって言って、憲法教えてよみたいな感じで、自分はなんかね、強くなりたいと願うようになるわけですよ。で、これがね、めちゃくちゃ大事です。でですね、ここで僕もすごく大事なことを一個忘れていたんですけれども、この主人公のナルミさんですね、これナルミさんも実はですね、持病を持っているんですよ。で、これがめちゃくちゃ謎な病気で、ゾナハ病っていう病気なんですけど、これどういう病気かっていうとですね、 呼吸困難に突然なる病気なんですよ、定期的に呼吸困難になると、しかもですねそれをなったが最後、どういう風にしたらその発作が収まるかっていうと、ですねなんとですよ人を笑わせなきゃいけないんですよ。 ね、意味がわからん罰ゲームかいって話なんですけど、本当にですね、それがなんか科学的な作用で、こう、副交換神経をどうのこうのみたいなね、ロジックがあって、とにかく人を自分が笑わせて、えー、人が笑ってくれることによって、それを見ると人間はですね、こう、副交換神経が、えー、刺激されてですね、ちょっとリラックス状態になるんですね。そのリラックス状態になったら、同時に、この、えー、喘息みたいな症状も収まるっていうのが、これがですね、謎のゾナハ病なんですよ。ね、笑ってくれる人がいなかったらですね、どんどん呼吸困難が激しくなって っていうとんでもない病気なななんんででですすすけれどもこれがですね実は物語のめちゃくちゃゃくキーになるんですよでなぜかそういった病気を患ってしまった、このなるみさんっていうね、この病気がめちゃくちゃ大事なんですよね。で、まあそうこうしているうちに夜、夜も遅くなっていって、じゃあ寝ましょうか、みたいな感じでね、寝出すんですよ、えー。そしたらですね、なんと、例の人形がですね、また追いかけてきて、また襲ってきて、たまたまこう夜起きてですね、一人でトイレに行っていたマサル君をですね、連れ去ってしまうんですよ。 でそのまま遠くに連れて行かれてしまうんですけれどもこれを連れ去った人が誰かというとです、ね、その人形を使っていた人たち、えー、を コントロールしていたです、ね、裏ボスみたいなのがいてです、ね、それがなんとです、ね、このマサルさんのおじに当たる人物なんですね。で、このおじさんが、えー、大丈夫だったかいみたいな、ちょっと手荒な真似をしてごめんよみたいな、でも君を守りたかったんだと、君は悪いやつに守ら狙われているんだよと、だからあの、ここに来てれば安全だよみたいな感じで、そのおじさんが彼に言うんですけれども、もうどう考えてもこのおさんやしいわけですよ。で、なんかマサル君もそれに気づいてて、いや、ちょっと怖いと思ってて、で、でしたらね、そのおじさんが、いや、もうとにかく今、今 危なた危いと遺産も相続してもう誰にれてるかなななないいいよもうこののままと危ないよだから僕の養子になりなさいみたいな感じでですねもう無理やりですね、養子にさせようとしてくるわけですよ。そしたら、遺産を継ぐことができるじゃないですか、おじじの立場としてえ。っていうですね、ことをしてくるんですけれども、ね、彼はそれに、まさるくはそれに気づいてね、逃げようとするんですけど、まあ、この大きなですね、どっかこう山奥にある、あの、なんていうのかな、こう別荘みたいなところから逃げられないんですよ。 でここでマサル君を助け出すためにこうなるみさんと白金がです、ね、結託してく君をです、ね、助けに行こうとその山奥のです、ね、別荘に攻め込んでいくわけですよ。 でもですね、このお屋敷はまさにですね、こう人形の館みたいな形で、もうあるとあらゆるところにですね、こうカラクリ自家けのトラップみたいなのがいっぱいね、こう張り巡らされているんですよ。でなぜかというとですね、これはそのマサルくんの父親だったこのサイガグループっていうね、このサイガグループはそういったおもちゃとか人形とかね、いろんなそういったものを作る専門のね、え大きな企業グループだったんですよ。でその彼らの持ち物なので、なんかもう徹底的にね、いろんなこうなんかこうすごい トラップがいいいっぱい張り巡されていて強い人形たちがめっちゃいるんですよね、でそことですね成美さんの中国拳法と白金の,このアルルカンという人形とですね力を合わせてどん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 んと敵を倒していくんですけども、もやっぱりですね相手がもうめちゃくちゃ強くてもうトラップがありすぎて、そこでですねとうとうなんか落とし穴みたいなやつにはまってしまって。 白金が落ちるんですねで。その手をですね、落ちるっていうところの手をこのなるくんがガチってこう、えー、握りしめてですね、あの、大丈夫かって言ってね、こう、助けようとするわけですよ。でも、もうね、落ちる、このままでも100%落ちるって思ってるので、もう自分をここに落として、お前は行けと、まさるくんはたあの、助けに行けというふうにね、この白金は強く振る舞って言うんですけども、 そんなもんお前を落として、俺だけいけるかって言ってですね、もう二人一緒に落ちていくんですよ。で、はって次気がついたら、この白金はですね、結構無事で、えー、なんか助かったと思ってパッて見たらですね、なんとその、ナルミ君が、こう自分をですね、身を挺してかばってくれて、もう背中がですね、バキバキになってるんですよ。で、血だらけで、自分はなんともないわけなんですよね。で、それを見て、あ、彼が私を守ってくれたんだ。 彼女は知るわけなんですよでもね、さらにそれに輪をかいて、今度はですね、彼のザナハ病の発作が始まってしまうんですよね。でもう息ができなくなって、呼吸困難で、もう完全にダメだと。もうこれ体もダメージ受けてるし、もうこの発作も始まったし、やばいってなるんですけれども、当然ですね、そんな落とし穴の下に落ちてるのであの、相手はですね、白金しかいないんですよ。で、この白金をですね、もう笑わせなきゃいけないのかって思うんですけど、この白金はですね、もう本当になんかもう人形みたいなんですね。まだここで彼女は人形 人間なのかっていうところって,かって分からないんですよ、であのまあ、本当に機械的にあのとにかくこの勝君を守ろうとするし最初の登場シーンとかです、ね、こうやって人形を操っているところからも,です、ね、もうこの子の正体ってまだ全然分からないんですよね。 で自分は心がないというふうに言うわけなんですよ。で、そして自分は人形と同じですって言うわけなんですね。で、か彼はそんなんどうでもいいと。とにかく俺はお前を笑わせるって言って、えー、なんかいろんなね、なんか笑わそうとするんですけども、全然彼女は笑わないんですよ。で、ごめんなさいと。私は笑えないんだと。これのセリフどっかで聞いたことありますね。あやな未来みたいな感じなんですけども、えー、自分は笑えないんだと。今まで笑ったことがないんだと。 で、彼女ですね、結構自分を責め出してきて、まあ、この男がね、自分を守ってこんなに傷ついて、しかも死にかけようとしてるのに、自分はですね、あの、人生笑ったことがないから、この彼を助けることもできないって言ってね、彼女は自分を責め出すんですね。で、それを見て、え、このなるみさんがですね、もうめちゃくちゃかっこいいんですけれども、もお前が泣くなと。で、今から俺がお前を絶対笑わせてやるから、あの、覚悟しろって言って、何を言い出すかって言うとですね、お前は俺の女になれと、いうふうに言うわけなんですよ。 もうこんなかっこいい男いるかっていう感じですよね。<laughs> なんですけども、それを聞いてね、彼女は一瞬だけ時が止まったようになって、で、このね、あまりにもシリアスな場面で、ほっといたら彼が死んでしまうし、って言ってね、でも自分は何もできないっていうね、無力感に襲われてる状態で、いきなりですね、わけのわからん、なんかこう冗談みたいなギャグみたいなことを言われたので、彼女は結構あっけにポカーンって取られて、え、ちょっとこんな時に何言ってんのと、全然笑えないんだけどって言いながらですね、ちょっとあまりにも不唯一すぎて、彼女ちょっとだけ笑うんですよね。 で、ここですでに僕の累線はすでに崩壊してるんですよね。<laughs> 早いやんけって話したんですけど、もうちょっと僕泣いてるんですよ。で、もうそのですね、微笑みがちょっと美しすぎて、で、それを見てですね、なるみさんもドキーンとなってですね、なんだこの気持ちはみたいな感じでね。 もうなんか、笑わせたから気が楽になったのか、それともなんか別の心の作用なのか、何かでね、彼の発作が収まるんですよ。ああ、助かった、と。とりあえず、どういう理由かは、あの、わからないけど、とにかく助かった、って言って、まあ、もうめちゃくちゃ傷は負ってるんだけど、まだこれだったらギリギリいけるって言ってね、あの、一緒にちょっと立ち上がって、えー、また彼をね、探しに行こう、ここの穴から出ようって言って、なんとかですね、脱出の方法を探し出していくんですよ。そしてですね、一方、マサル君はというとですね、えー、こう、家の中をなんとかその危ないおじさん を飼いこぐって逃げるんですねそしてたまたま隠れたある部屋でですねなんか自分の父親の手記みたいなものを見つけるんですよでその手記がですね結構驚くべきことが書いてあってなんとですねこうマサル自分の息子は餌だとで、何の餌かというとこいつを利用することによってえ自分が死んだ後にいろんな争いが起きてえみんながこいつの命を狙ってどうのこうのみたいなですねそういったストーリーが書いてあるんですよ で、これがまたですね、今後のストーリーに大きく絡んでくる大きな謎なんですけれども、そってなぜですね、彼の父親は今死んでいるはずだと。で、死んだのに、えー、そうやってですね、自分の死を見越して、先のストーリーみたいなやつを書いていたと。 しかもそのなんか何か自分のなんかそういった計画のためにその自分の息子を使おうとしていると言ったようなですねなんかわけのわからないすごいストーリーになっていくんですよでなんだかんだですねいろんなこうバトルがあってで最終的にどういうことになるかというとですねなんとかこう命からからですね相手を全員打ち倒してこの成美さんと、えー、白金さんとそして勝くんはですねようやくこの屋敷から脱出できるぞっていう状態になるわけですよ で、激しい戦いの中でですね、この屋敷は今もう火事になっていて、で、炎が燃え盛っているんですね。で、ここから何とか脱出しないといけないっていうところになるんですけれども、マサルくんがですね、この家の崩壊に巻き込まれて、どっかに落ちちゃったんですよ。で、これをですね、ああ、助けに行かなきゃってなるんだけれども、もう家がですね、ガンガン崩壊していって、一刻を争うっていう時だったんですね。で、結構走ったんですけれども、この前のですね、激しい激しいバトルによって、もう白金もですね、かなりダメージを負っているんですね。 で、なるももちろんダメージを負っているんですけど、もうこのままではですね、もう白金は歩けないっていうぐらいになってたので、もう白金はお前先に逃げろと。で、あの、俺はですね、こいつを助けに行くからって言って、えー、な美さんがですね、白金を送り出して、先に送り出して、一人でこのマサル君を助けに行くんですね。でもマサル君はもう家が崩壊していって、メラメラ燃えている中で、もうですね、気を失ってたんですけど、彼がなんとかそれを助けて、で、彼は目を覚ますんですね。で、もう岩,岩がどん,どんどんどんですね、家が崩れていくんですよ。で、そのな、さん 自分の、ね、体を全てこう縦にしてもう上からです、ね、柱とかががンがン落ちていくのにもう鋼鉄の体でそれを守るんですねでこれがもうまためちゃくちゃ胸やつなんですけれどもそれをです、ね、そのものすごいダメージを受けてもう崩壊する家を全部自分で受け止めながらもう辛い時とか苦しいこととかこれからです、ね、何をやっても,もう無理だっていう時とかがあると思うけれどもそういう時こそ笑うことを忘れてはいけないというふ、ね、うに燃え盛る家の中で,です、ね、彼は言うわけですよ。 で、とうとう家がですね、完全に崩壊していって、で、マサル君がですね、はっと気がついて、あ、自分は生きてる、まだ生きてると思って、あの、お兄ちゃんが助けてくれたんだと思ってね、お兄ちゃんをパッて見たらですね、その、ナルミは自分のですね、片腕だけを残して、その片腕だけがですね、マサル君を守ってる状態のまま残っていて、彼のですね、体とかをですね、もうなくなっちゃってるんですよね。で、これを見て、マサル君はこう泣き叫ぶんですけれども、ここでですね、この第1話というものが終わるんですよ。 で、かなりね、僕をはしっていきましたけれども、この細かい間の中にもですね、めちゃくちゃ胸圧のシーンとかがめっちゃたくさんあるんですね。で、これをですね、ぜひ体感していただきたいので、まあ今回はですね、第1部だけだったので、まだですね、読んでおられない方、今回ので興味を持っていただいた方はですね、ぜひともこれを読んでいただきたいなと思っていまして、これからの先のですね、ストーリーをまた今後共有していきたいなと思うんですけど、本当にですね、この第1話で出てくるありとあらゆるものが、今後のですね、とてつもない謎に繋がっていくんですよ。 で、もう最後の、もう最後の最後になるとですね、もうあの一話の、あの、あの第一話のあれが、とか、がめっちゃくちゃ出てきてですね、めちゃくちゃ胸熱展開になっていくので、もうぜひですね、この最初からこれを見ていただければ嬉しいなと思っております。はい、というわけでですね、今日は、え熱、ー、く語りましたけれども、このカラクリサーカスのですね、第一部というものをご説明、ご紹介させていただきました。今週もですね、ザナ祭りがっつり本編を迎えて盛り上がっていきますので、 これをですね、ぜひ一緒に盛大に拡散しながら、隙間時間でですね、このカラクリサーカスを読んでいただければいいなと思っております。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。